はい、皆さん、こんにちは。レレイです。いやー、ついにね、この、ダイスでね、手に入る新衣装である、ブラッドシャドウをね、手に入れてしまったんですよ。なので、それをね、ランク戦で使ってきたので、その時の動画を振り返っていこうと思います。いやー、本当にね、かっこいいんですよね、この衣装。まあ、何がかっこいいかと言いますと、まずね、写真家っていうのはね、髪の毛の色が初期衣装では白なんですが、まず黒髪なんですよね。そして現実世界でも写真世界でも黒髪のままっていうね。うん、まあやっぱり、まあ今まで僕がね、使ってきた衣装っていうのは、月下の紳士と、まあ初期衣装なんで、月下の紳士は銀髪なんですが、初期衣装はね、白髪なんですよね。なので、まあ黒髪の写真家っていうのはね、こう新鮮で、まあやっぱりかっこいいなって思って、でもまあやっぱ黒髪でもね、似合うんだなっていうところはやっぱり思ってましたけれども、まあやっぱね、写真家というだけあってね、どんな衣装だろうが、どんな髪の毛の色だろうが、まあ似合ってしまうっていう、まあこのビジュアルの高さっていうのがやはり、まあ出てきているのかなと思うんですが、まあそれだけにとどまらずね、かっこいいところ他にもありまして、まずこのね、衣装が赤色っていうことで、まあ名前の通りね、ブラッディシャドウというほどですから、まあこの吸血鬼を思わせるようなね、色合いになっているんですよね。いやー、そのね、なんだろう、この写真家プラス、このビジュアルで、吸血鬼ってもうそんなステータス持ってたらもうね、本当に、いやーもう卑怯じゃないですか？本当に、かっこよくないですか？うん、いや、かっこいいですよね。いや、まあ、僕の動画をね、見てくれてる方だったら、まあ、このかっこよさっていうのはもちろん伝わっているとは思うんですが、まあ、もしかしたら、まあ、あまりね、写真家、見ていない方もいるかもしれないですから、ちょっとね、伝えたいと思ったんで、まあ、こうしてね、お話しさせていただいてるんですけれども、まあ、本当にね、かっこいいんですよ、この衣装。はい。というわけで、まあ、早速ね、振り返っていきます。で、何してるんですか、今。いやー、というのもね、あんまりね、動画の内容を見てなかったんですよね。まあ、今回採用している特質は瞬間移動なんですけれど、まあ、こうしてね、話している僕は、特質がね、興奮を採用していたので、まあ、ちょっと興奮していたんですけれど、まあ、どうやら機械技師を捕まえて、まあ、傭兵が救助に来るという流れのようですね。はい。さあ、そしてこれは指名台で位置が分かっているので、まあ、攻撃してしまって、あ、これは救助されてしまって、まあ、一回ね、攻撃を防がれてしまうんですけれど、まあ、この辺りはね、そんなに逃げ込む場所がありませんから、機械技師はね、窓枠を越えるのも遅いので、こうしてダメージを与えることには成功しましたね。さあ、そしてこれで2人ともダウンと。そしてね、ここで、まあ、機械技師がダウンするんですが、近くにね、踊り子がいるんですよね、この通り。なので、これはどうしようか迷ったんですけれど、まずはね、写真を撮ってしまって、踊り子にダメージを与えた後、機械技師を椅子に座らせます。ここでね、傭兵のダウンしている写真を撮るというのも実は重要で、この後、傭兵が起死回生で起き上がった後、自分の胸像を治療しなかった場合、ダメージが反映されて 75% のダメージを負ってしまうんですよね。まあ、ちょっとラインが鳴ったんですけれど、まあ、気にせずね、やっていきます。で、この傭兵がね、治療を、しないといけないんですよね、自分の胸像を。なので、まあ、時間を稼ぐことができますから、ああいう場面はね、写真を撮ってしまうのもありなのかなと思います。さあ、そして、まあ、この後、調光者が、救助に来ると。さあ、しかし今回はね、早めに、香水を使ってくれたので、これはね、着地攻撃を狙って、攻撃後の硬直を消すことで、スムーズにね、この後追いかけることに成功して、椅子でね、こうやって回るんですけれど、救助前にダウンさせることに成功しましたね。さあ、これで調光師を椅子にくくった後、まあ、どっかに瞬間移動しようかなというところなんですが、まあ、パッとね、ここで瞬間移動した先にいたのが、まあ、坊主なんですよね。まあ、この坊主はしっかりと壊しておいて、というのも、やはり耳鳴り、時空残像などのね、索敵に引っかかってしまいますから、ああいうのは壊せるときにね、壊しておいた方が良いですね。さあ、一旦時空残像で元の位置に戻って、もう一度ね、こっちの方に行って、離れたふりをして、まあ、また戻って、救助に来るサバイバーを捕まえてしまおうという動きですね。さあ、ここで傭兵と出会うことができたので、これで傭兵もね、近づきですね。さあ、じゃあ、あとは先ほど発見した踊り子を追いかけに行けば、良いという流れですね。いやー、本当にね、かっこいいですね、この衣装。はい。ちょっと、最初の時ね、ちょっと興奮しちゃってて、まあ、あまり何言ってるか自分で分かってないんですけれど、まあ、とりあえず言いたかったことは、かっこいいですよね、ということですね。はい。さあ、そして、これ踊り子を発見して、
まあ、チェイスが開始と。まあ、この踊り子のね、オルゴールもかなり厄介なんですけれど、まあ、仮にね、この後、5000秒のチェイスを繰り広げられたとしても、まあ、2人飛ばすことには成功しているので、まあ、負けることはないですから、まあ、このあたりはね、どんどん強気に、ゆっくり追いかけていったら、いいんじゃないかなと思いますね。さあ、ここでもオルゴールを置かれて、まあ、このオルゴールをね、壊さないといけないんですが、まあ、壊すとこうしてね、板を当ててくるというね、厄介なコンボなんですけれど、まあね、このあたりは、焦らずゆっくり追いかけていったらいいのかなと思います。さあ、ここもオルゴールを壊して、さあ、この板裏の攻撃は当たらないか。さあ、そしてここを、ぐるぐる回るのであれば、まあ、時空残像のね、足跡があるので、今回はね、近づいてきてくれたので、まあ、キャンセルして捕まえることに成功しましたね。はい、じゃあ、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れレイ。Thank you.